よ。はい。もう、喉は大丈夫です。元気。ゴールデンクマちゃん、I love you、ありがとうございます。I love you、ハート、ありがとうございます。朝4時半です。偶然目が覚めた。もうそれはね、ミヤビームの配信を見に、見たいっていうね、本能です、それはもう。はい。運命ですね、もう。これはね。うん。ゴールデンオクトパスさん、ありがとうございます。やる気元気みやび。あ、違った。それを言うなら、やる気元気さつきでしょ？ なんかね、さつきちがなんか言ってましたよ、そうやって。やる気元気さつきって。かわいいですね。ゴールデンダルマ、ありがとうございます。ハートもいっぱいありがとうございます。かわいい、かわいい。ありがとうございます。これ配信するときは自分の Android スマホから配信してるん？そう、私は Android なんですよ。なんかでも自分のではないです。家庭用みたいな。家族用みたいな感じのやつです。はい。そう、なんかね、iPhone とかじゃないんですよ。なんか Android。うちは Android 派ですね。虹、キラキラ、ありがとうございます。僕の SK の希望はみやびちゃんだけになりました。嬉しいですね、希望って言ってもらえて。ありがとうございます。みれいちゃんが卒業発表してショックで寝られませんでした。はい、昨日ね、私の憧れの先輩の林美玲さんが卒業発表されました。知った時は本当にびっくりして、今もちょっと寂しい気持ちでいっぱいなんですけど、でも気持ちを切り替えて、自分も美玲さんみたいな素敵なパフォーマンスができるように、少しでもね、ミレイさんのパフォーマンスに近づけることができるように精一杯努力していきますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。はい。またミレイさんと2じゃないよ、できるといいね。そうですね。一回、ミレイさんと一緒に、ラジオ出させていただいたんですけど、もう一回ね、ミレイさんと出させていただきたいですね。ミレイちゃんの卒業発表はびっくりだったね。8月末までに少しでも多く絡まないとね。はい。今度握手会とかトーク会とかがあるので、ミレイさんと少しでもちょっとお話できたりとかできたらいいなって思います。ゴールデンダルマ、たくさんありがとうございます。はい。私はこれからも頑張っていきますので、皆さん、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。メソメソしてるファンにミヤビームしてあげたら、メソ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 。じゃあ、まあ元気が出るミヤビーム、私が少しでも力になることができるように。それじゃあいきます。ミヤビーム、うわー、キラキラキラー。はい、これはもう元気が出るミヤビームです。やられたけど元気出た。よかったです。皆さんが少しでも元気になっていただければ、私は嬉しいです。なんかラーメン食べたくなった。どういうこと？ でもちょっとね、私も今お腹が空いてるんですよ。
おやつは食べたんですよ、まあ、お昼ご飯もねちゃんと食べましたし、おやつも食べたんですけど、やっぱりお腹が空いてきちゃう、なのでちょっとなんか食べたいですよね。ね、ラーメンとかいいですよね。相変わらずカチューシャよくお似合いでありがとうございます。これはいろんな方向にできるやつです。今日はちょっとペタッとさせておきます。ミヤビーム醤油味醤油味なんだミヤビーム。なんか味があったんですね、びっくり。自分でも知らなかった。ミヤビームは醤油味なのかな、なんかもっと可愛い味なのかと思ってたんですけど。自分もカスタードプリンを今食べた。私も昨日の夜に焼きプリンを食べました。美味しかったです、はい。この間パルコのちいかわラーメンの前通ったけど、いろいろとすごかったね。なんか店内がちいかわになっててとっても可愛いですよね。でもちょっと行きたいんですけどね、ちょっと お値段がねちょっとね、お財布的に。ね、ちょっとね、お友達とね行ったんですけど、ちょっとちいかわラーメン食べれないなみたいな、お昼ご飯食べるときに結局スタバになったんですけど、ちょっとちいかわラーメン食べたかったんですけど、ちょっとね学生のね お財布はちょっとね、お財布にはちょっと厳しいなって思って、うん、まあ予約制なので予約してなかったので、はい。でも食べたいですね。チーカーラーメンってあの野菜マシマシのあれ全部食べられる自信ないね、なんかすごい山盛りですよね。でもね、なのでちょっと食べたいです、はい。私はお腹をめっちゃ空かして、もう朝ごはん抜く勢いで多分食べるんですけど、朝ごはん。はい、まあ行くとしたらね、行きたいと思います。ハローキティと SK のコラボは見に行けた？ですね、コラボショップにはこの間行ってきました。アクスタとあとステッカーを買いました。お部屋に飾ろうと思いますね。なんか嬉しいですよね。もうランダム、メンバー全員分のやつが出る、なんかランダムなんたらみたいな、私のやつもあるやつは売り切れてました、はい。ミレイちゃんのランダムだったんですよ、はい。でもアクスタはゆうねさんが出て、ステッカーは佐藤かほさんのやつが出ました。嬉しかったです。お部屋に飾ったりね、なんかどっかに貼ったりとかしたいと思います。嬉しい、楽しみ。ランダムは推しが当たらない説、うん、まあでも皆さん好きなので大丈夫。配給とかはね、ちょっとあれなんですけど、うん、大丈夫。みんな可愛いので、皆さん可愛くて、はい、大好きなので大丈夫です。なんか、ちょっと自分のグッズがあるやつは、ちょっと自分のをちょっと見てみたかったんですけど、実物を見たことがないので、そのやつ。やつ。なんか、こう、四角いやつ。ミヤビーム今日も可愛い。ありがとうございます。配給は楽しい。そう、楽しいですね。でもなんだろう、一応ね、好きなキャラクターはいっぱいいますよ。影山だけじゃないです、はい。好きなキャラクターはね、まあ、魅力的なキャラクターいっぱいいるのでね、たくさんいるんですけど、ハートありがとうございます。ゴールデンダルマ
ありがとうございます。ハイキューの T シャツを送ったからね。やったーやったーやったー、ハイキューの T シャツですって。皆さんちょっと部屋着にするます。部屋着にします。ちょっと楽しみですね。ちょうどなんか夏の T シャツがねちょっと欲しかった頃なので楽しみですね。楽しみですね。ゴールデンドラマたくさんありがとうございます。もう普通の T シャツ送れんな。普通の T シャツでもいいのよ。普通の T シャツでもいいのよ。全然私はいいんですよ。全然真っ白な T シャツでもいいんですよ。ね、真っ白な T シャツでも受け付けております。まあなんかちょっとデザインがあったら嬉しいかなみたいな感じ。多分劇場に届いてるよ。じゃあ今度の制服の目かな、次はの時にちょっと取りに行こうと思います。うん、楽しみですね。今週の週末はツーショット会だからいろいろなポーズをすることになるね。そうですね。ちょっとポーズの練習でも しますか。なんかさあ、私はピースとかハートとかなんかギャルとかギャルとかなんかこういうポーズとかが多いんですけど、他になんかありますかね。こうか。なんかこれはこれですね。なんかどっちでもいける。エアリコーダーポーズしよう。エアリコーダーポーズはちょっとね、ちょっとどうしますか。ミを押さえときましょう。ミ。アルトリコーダーでいきましょう。アルトリコーダーのミはね、こうなので。はい、これ。これ。これ。これになりますね。ギャルポーズはこっちもすべきですか。なんかちょっとしてくれると嬉しいかも。イエーイ。みんなギャルになっちゃう。ミヤビームポーズが一番多いでしょうね。ミヤビームポーズはこれなので。イエーイ。それではエアリコーダーどうぞ。持ってないよ。持ってないよ。持ってない。何もない。何もないよ。まあ、スケッチブックはあるっていうことは内緒にしておいてないからね。何もね、ないよ。みやびちゃんは合唱の時はソプラノ？合唱の時はですね、小学校の頃はソプラノリコーダーだったんですけど、中学校に上がってからはアルトリコーダーになりました。昔、柏木さんが言ってた。ポーズごとにグーチョキパーと変えていくって。おー、じゃあ、猫ちゃんになるし、チョキ、ピースになるし、パーにもなるし、これになるし、これになるし、これになるってことだ。すごいいいですね。いいですね、それは。グーチョキパーで。グーチョキパーでやるのもいいかも。じゃーん。じゃーん。まあどんなポーズでも受け付けております。はい、ちょっと変なポーズはあれなんですけど、何かこういうのとかこういうのとかなんかいろいろねありますのと思いますので、
粉のとかね、キラーン、ランドセルを背負って持っていく。あ、小学生じゃなかった。もう最近小学生児多いわよ。ちょっと私もうリュックなんだからね、もう何でもいいんだからね、リュックなんだもん。サツキチとミヤビームのポーズってある？え、わかんない。サツキチってさ、よくなんかこういう感じのポーズしてるイメージがある。私はこれだな。ちょっと考えときますね、今度サツキチと一緒になった時に。ちょっと私たちだけのポーズ作ろうよってね、ちょっと言っときます。はい、あのどんな感じになるかはぜひお楽しみください。ピヨピヨ乗らないの乗らないの、小学生いじりに乗らないの。もうダメ、もうダメ、小学生いじりダメ、もうダメダメ、もう中学生ですからね。中学生なのでもう小学生いじりはダメです。ミヤビームは人差し指を突き刺すポーズだよね。そう、なんかちょっとお兄さんっぽい。いえ、お笑い芸人だったの？お笑い芸人ではないですね。うん、まあ一応アイドルとしてやらせていただいてるんですけれども、お笑い芸人かどうかはよくわかんない。さつきちゃんタヌキをイメージした。タヌキどうなんだ。こんな感じ。ね、考えとこ考えとこ。みやびちゃんといえばやっぱりピヨピヨ。しばらくはこれで。まあね、しばらくだからで、だからね、もう中学3年生とかになってピヨピヨしたらもうダメよ。ピンク、水色、白、サイリウム、ありがとうございます。私のサイリウムカラー、ハートもありがとうございます。マナカピヨピヨもうね、マナカピヨピヨならないの。マナカを使い出したのはまあ中生ぐらいからなんですけど、なのでまあマナカのピヨピヨを経験したことはないですね。まあ切符のピヨピヨはさすがにね、経験したことはあるんですけど。はい、まあピヨピヨ言わないので、皆さんこれだけ覚えておいてくださればいいなと思います。名前とともに名前とともにね。はい、ピヨピヨならないって感じ。ミヤビームとサツキチのコンビ名って何？え、なんかサツビームとかかな。サツビーム、ミヤキチ、サツビームかなサツビームだと思うサツビーム。なんか2人でよく一緒に手つないで歩いてることとか多いんですけど、よくバブちゃんってね、言われることが多いんですよ。まあ、バブちゃんズとかでもいいかもしれません。まあそこはまあ自由に自由に。サツビームとサツキチが言ってた気がする。あ、じゃあサツキチ公認なので、まあサツビームですねサツビームですね。はじめましてだね。はじめまして、こんにちは、長谷川みやびです。たくさん楽しんでいってください。雨降ってきたんだって。あら、風邪ひかないようにね。はい、気をつけます。ちょっとね、ちょっとなんかちょっと
ちょっと前ちょっとあの喉を痛めたんですけど、まあ、熱はなかったんですけど、まだもう治ったので大丈夫。皆さんも風邪ひかないように気をつけてください。最近はちょっと気温差がちょっとあれなので体調をね崩しやすいと思いますので、皆さんも気をつけください。今からサンシャイン栄です。おお、 SKE の劇場がありますからね、サンシャイン栄は。ぜひあの前を通ってみてください。ついでにマックで何か食べてもいいかもしれません。朝晩はまだ寒い日があるから気をつけないとね。そうなんですよ、あの夜とかね、もうあの寝るときは暑くて本当に布団をねもうパッてね剥がして寝るんですけど、ちょっとねだんだん寒くなってきちゃうんですよ。はい。なのでちょっとお気をつけください。あまりパッてね剥がすのは良くない。ちょっとめくるぐらいにしといた方がいいですね。布団なしで寝るのはちょっと風邪ひいちゃいますね。ピノキオ軍よかったよ、盛り上がった。あ、そう、この前の公演のピノキオ軍は私は一番歌い出しの近頃私ってところをね歌うんですけど、ねなんか私ってなるんですよ。気合がね入って、もうあの気持ちと気合がね入って私ってなるんですけど、ねちょっと最近ちょっとだけ抑え気味にやってたんですよ。なんか私じゃなくて私にみたいなねちょっとね抑えてたんですけど、まあ自分でもちょっとね私ってねちょっとねちょっと勢いがあってね、うわーみたいな感じになるけど、でもやっぱ歌い出しだし、まあ、目立った方がいいかなって思って戻しました。はい、なのでこれから私できたんと思う。 C はちょっとね、けど私でね貫きたいと思います。 はい、何言われても私はねちょっと貫くよ。さすがに C はないよ、私はないけど、はい、まあピノキオ軍なのでテンションはマックスでね、ハイテンションでいきたいと思います。歌い出し目立っていいですよ。やったね、やっぱ目立ってるので、まあ私はいいですね。うんうん。ゴールデンウィーク中は家族で出かけたりはしなかった。外食とか家でアニメ見てた。ゴールデンウィークは特に何もしてないかな。うん、家にいたり公演があったりダンスの練習したり、そんな特にどっか行ったりはしてないです。サメの名前何になった？サメの名前はシャーくんです。めいめいシャーくん。ちょっとシャーくんねこの場にはいない、今ちょっとねお休み中なんですけれども、はい、まあシャーくんになりました。なのでシャーくんもねこのマイメロちゃんと加えてこれからもよろしく、これからよろしくお願いします。はい、こんぐらい大きさってね本当に大きいんだよ。かまぼこではなかったか、かまぼこではないですね。はい、まあシャーくんになりました。はい、お母さんにシャーくんになったよって言ったら、あ、そうなんだみたいな、はい、別に何とも言われませんでした。なんでなんでなんかもっとないんかなってちょっと思ったんですけどね、リアクション薄いなってちょっと思ったんですけど、まあいいとしましょう。シャーくんです。こんぐらい大きいのも本当に1メートルぐらいあるんじゃないか、結構大きい。はい、まあ一応ママビームのなんですけど、もうまあまあ時々ね配信にも呼び出したいと思います。
ミヤビームよりでかい。そう、あの身長はミヤビームの方がね高いんですけど、なんだろう、大きさ的な、なんか全体的な感じはなんかミヤビームよりも大きい。身長は私の方が高いです。お母さんがすごいサメが好きなのでね、ミヤビーム食べられちゃう。ミヤビームちょっと一生懸命食べられないように頑張りたいと思います。はい、美味しくないように頑張りたいと思います。はい、まあ、すでにねこのマイメロはご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、大きいマイメロですね。こちらのマイメロもまあ私よりもまあ大きいですね。身長は私の方が大きい。サメとシャチどっちが強いと思う？でもなんかサメの方がトゲトゲしてて強そうな感じがします。シャチはもう大きいからね、それでも強そう。ココハちゃんがサメニャン好きだっけ？そう、なんかサメニャン好きで、なんかキーホルダーとかつけてたりしました。ロッカーみたいな。マイメロがいなくなったら食べられたってことかも。ちょっとマイメロはね、サメちゃんとは話したところに置いておきたいと思います。マイメロ怖い怖い怖いから、ちょっとマイメロちょっと話したところに置いておきたいと思います。花束ありがとうございます。シャー君は枕代わりにね、枕代わりにしたりとかね、クッション代わりにしたいと思います。ちょうど良さそうですね、ちょうど良さそう。これからたくさん可愛がろうと思います結構ね、つぶらな瞳をしていらっしゃるんですよ、シャー君はね。可愛いですね羨ましいぞサメ羨ましいですか？マイメロちゃんいるからねマイメロと一緒に寝てるんだよね。そうです、マイメロちゃんと一緒に寝てます。はい、隣に置いてます。でも翌朝になるとマイメロが動いてたり動いてなかったり、多分私に似て寝相が悪いんだと思います。シャークの咀嚼音はシャクシャクシャク。おお寒いですね、寒いですね。どんどんダジャレレパートリーが増えていっちゃう。ママと寝てるの？うん、同じ部屋で寝てるけど同じ布団では寝てないです。今マイメロまばたきした。何？何だろう。マイメロまばたきはちょっとしないかも マイメロちゃんミヤビームの寝言も聞いてるのか。そうですね、そういうことになりますね。ミヤビちゃんはね、いろいろ言ってるんだよ。なんかね、よくわかんないふにゃふにゃ言ったりしてるんだよ。はい、なんかお母さんとかもよく私の寝言を聞くらしいんですけど、ふにゃふにゃ言ってるらしいです。なんか急に笑い出したりとかね、ちょっと怖いって言ってました今日はご飯パンの日ってことで、ミレイちゃんが重豆で昼ご飯はご飯かパン派かを書いてた。あー、なるほど、ご飯派かパン派か。私は結構ご飯派、朝ご飯とかは結構ご飯が多いかなって感じ。逆にお母さんはね、朝ご飯はもうパン派なんですよ。もう食パンばっか食べてる。私はご飯。ミヤビームはサツキチから面白い女認定もらったことある。サツキチ？サツキチからはね、どうだったっけ？面白い女認定ね、もらったことあるっけ？わかんない。まあ、ちょっとね、なんかもらってないような、もらってるような、よくわかんないので、
今度さつき吉から面白い女って言われるようにね、ちょっと攻めていきたいと思います。さつき吉、間違えてモコモコ靴下履いてきちゃったとかね、面白いじゃないですか。はい、まあ面白い女認定ねもらえるように頑張りたいと思います。18日の研究生講演に申し込みました。当たるように強く祈ってください。祈る祈る祈る祈りのミヤミーム。うわー、祈る祈る、めっちゃ祈る。うわー、祈る、当たりますように、当たりますように。はい、とても楽しみですね。18日、楽しみーね、18日の制服のみ込み申し込みました。まあたくさんの方がね申し込みねしてくださってとっても嬉しいです。はい、ぜひ楽しみにしていてください。こんにちは、私はインドネシア出身です。あ、インドネシア出身、こんばん、こんにちは、ハローハロー、 My name is みやび長谷川。はい、どうしよう、どうしようかな。 My birthday is November 20th。 はい、覚えてね。覚えてね。劇場が当たるビーム聞きそうでしょ、聞きそうでしょ。聞きそうでしょ。いいでしょ。How old are you?、How old are you?、I'm 13 years old. Yay! さつきちのモノマネを一つ。さつきちのモノマネ、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 さつき、あ、ちょっと待って、いくよいくよ、ちょっと待ってね、デーデン、ちょっと待って、こっちか。さつき、今日ちょっとツインテール高め。似てないですね、絶対に。もっと可愛いんですけど、ダメですね。ちょっとさつきちのモノマネ講座、私もわかんないんだけど、さつき、さつきち、さつきちが、さつき今日ちょっとハーフツイン高め。似てないですね。ちょっとまあさつきちから聞いていただいて、はい、さつきちのモノマネをするコツはまあ本人に聞くのが一番なので、まあ本人に聞いていただいて、はい。さあちゃんと言ってなくね。さあちゃんはですね、まあさつきちですね、もうさつきちですね。さつきちといえばちらよ。あ、さつきち。じゃあちょっとさつきちに今度ちらって言ってみます。みやびちゃんは誰のモノマネが得意なの？みやびちゃんはね、誰のモノマネが得意？誰のモノマネ？人？人ってこと？まあ、ピノキオはの、あ、キノピオは覗いておきましょう。はい。誰だろうな。ココミンはちょっとヤーバスしか覚えてない。で、ココハンは、ココハンは、どうだろう、難しいな。カキレナは、カキレナ、なんかヤバーみたいな。なんか関西弁みたいな。あとは、あと、さつきちはちょっと私モノマネ下手っぴなんで、
ゆあにゃんできそう。ゆあにゃん、ゆあにゃんはね、ちょっとガチそれなしか覚えてない。ガチそれなってね。それしか覚えてないよ。それしか覚えてない。あとはね、サータン、サータンはね、あの、皮、なんかね、褒めたときに、え？ありがとうって、ありがとうってね、言ってますね。あとはね、さやちゃん、さやちゃんはね、なんかね、結構面白いんですよね、意外とね。なので、ちょっとやめてよみたいなね、面白いですよ。あ、はなな、はななは、はななはね、はななは、なんか一回自己紹介の時に、なんか肉まんがこう伸びるじゃないですか、みたいな。あとなんか、ふふふ、みたいな感じで笑ってるのとか、あとは、あと誰だ？みーたん、みーたんはね、みーたんは、みゆちゃんは、何してたんだろう？みゆちゃんはね、あー、難しい、難しい。こっちゃんは、こっちゃんは、ミヤミームってね、ミヤミームって言われてるんですよ。なんか猫ミームみたいな感じで。あとは、そんぐらい？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。うん、そんぐらいですね。お互いにドスコイボンジュールとか挨拶しないの？ドスコイボンジュールは普段はあんまり使わないかも。ドスコイボンジュールーねえ、ドスコイボンジュール。こっちゃんはなんかね、なんかねって言ってるイメージ。あー、でもなんかね。私もなんかねって言ってるんですけど。うん。あるかも、結構。結構なんかそういう感じ。そういう感じ。ママのモノマネやって、ママ？ママは、ママも難しいよ。難しいよ。あ、そういえば、あの、お母さんが昨日、あのね、シャークンのことなんですけど、あの、ゲームセンターであの UFO キャッチャーのね、の中にいるシャークンを見つけたとき、これ欲しいってなってね、あの、まあ、何回かね、苦戦して、やっと取れたんですよ。でもなんかちょっと挟まってて、なんか落ちてないんですよ、その経費を、取るところに。で、これいいのかなって言って、で、あの、店員さんに聞いて、それでおめでとうございますってね、あの、取った判定が出まして、で、その時に、やったーってね、言ってました。本当に。本当ですよ。あの、みたいな感じじゃなくて、やったーって言ってましたから、普通にやったーってね、もう声を出して言っていましたから、よほど嬉しかったんでしょう。はいはい、それがちょっと面白かったです。ちょっと大人げないところも、まあね、ママの可愛さでもあります。はい、ちょっとね、ちょっぴりお茶目なところが あると思います。やったーって言ってました。本当にびっくり、あの、え？みたいな、やったわみたいなね、びっくりですね。はい、可愛いですね、ママ10代やもんな。ママはもうね、10代以上ですね、もうそれ以上です。ね、本当に嬉しかったんでしょう。まあ可愛いのでよしとしましょう。はい。可愛いですね。私はなんか嬉しいことがあったっていうことが多いです。やったーみたいなね、本当にそういうことが多いです。例えば、ランダムグッズで虫が出た時とかみたいな、ね、感じになります。みたいなね。その後はめっちゃ叫んで、近所迷惑にならない程度に。
あのお友達と推しの話をするときもね、あー分かるってねなりますね、はい、まあやったは言わないかも。みやびちゃんはお父さんに、みやびちゃんはいろんなところがお父さんにですね、顔も結構お父さんにだと思うし、ちょっとなんかちょっと抜けてる、結構抜けてるところがあるのも多分お父さんにですし、言われたのをすぐ忘れちゃうのもお父さんにですし、まあいろんなところがお父さんに似てるんじゃないかと思います。なんかいろいろみやびちゃんママスマイリーに加入してもろて、それはちょっとねママダメですね、ママはちょっとね足腰痛めてしまうので、あのねあの12月のカンガルーとかねぴょんぴょんね跳ねてたらね、もうお母さんちょ痛い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 ってなるのでね、あの練習を妨げちゃうので、ちょっとお母さんがスマイリーに入ることは残念ながらないですね、はい。抜けてる、そう抜けてる、なんかお父さんが抜けてるかはまあよくわかんないんですけど、結構ね私は結構抜けてる方なんですよ、はい、悪いところが結構似てますね。いいところも似てるかもしれないけど、まあ、悪いところも結構似てますね。ね、うん、あとはどこが似てるんだろう、よくわかんない。足のサイズが大きいことかな、はい、私は結構外反母趾とかだったりするので、あと足の幅が結構広めなので靴を探すのがすごい大変なんですよ。こういう幅が狭い靴あるじゃないですか、もうきつくて履けなくて、はい、なのでそういうのはちょっと大変ですね。みやびちゃんはまだギリしっかり者のイメージ、そう、でもあの完全にねスイッチがオフになるともうわーみたいな、わーみたいな、わーってなりますから、ちょっと、はい、まあ、寝起きとかなんか、ね、寝ぼけてる時とか本当にちょっと寝込んでる時とかみたいなね、本当にみたいな感じですから、はい。はい、まあ幅が広い靴を探し求めてます。でもこの前お靴をね買ったんですよ、かわいいかわいいお靴を、かわいいお靴、リボンがついたお靴なんですけどね、まああのかわいいお洋服の時に着ようと思います、はい。みやびちゃんの表情おもろいな、他にどんな感情表現のと変わる、まず嬉しい時はやったねやったーやったー、悲しい時はで、笑いをこらえてるみたいな、本当にあの学校とかでよくあるんですよ、あのなんか隣で話してることとか聞いてて、なんかちょっとさみたいな笑うの、ちょっとなんかえみたいな感じになるじゃない、なんかやだわみたいな感じになるじゃないですか、よくわかんないけど、なので必死にこうやってみたいなかね感じになっちゃいます、あの最終的にはちょっと笑っちゃうんですよ、うん、吹き出したりはねしないんですけどみたいな、必死に笑いをねこらえちゃいますね。やったー、ママと一緒やん、確かに確かに、電車で乗り遅れて直前と扉が閉まった時の表情してみて、あね、よくあるんですよそれが。見て本当にガチめに落ち込んじゃう、そういう時もう本当にやだ。あとはなんだろう、あとはランダムグッズで推しが出た時本当にこんぐらい口開いてあーみたいなあーみたいな感じになっちゃう。あとはなんだ、
あとは何だろう。あとは何だろう。リップ塗ってるとき結構口開いちゃう。アイシャドウはみたいな。アイライン行くときはもうみたいな。本当にみたいな。本当にアイラインは真剣に引かなきゃいけない。間違えて花菜にケータリングのお弁当を食べられた時の表情をお願いします。あ、なんで花菜？あ、でもケータリングは結構あるから、あ、全然いいよ、あの、取ってくるみたいな、花菜いるみたいなね、感じになる、多分。そんなね、ケータリング間違えて食べられた程度ではね、動じません、私は。ケータリングはいっぱいあるのでね、はい。まあ、そういうことだ。あとは何がある？投稿してる時の顔、本当にね、もう何もね、よくわかんない。朝眠い時は みたいな、ずっと布団で繰り返しますみたいな、ね、感じをね、ずっと繰り返してます。大量にケータリングを持ってきて食べる。なんかでも一食分みたいな感じ。大量には持ってこないですね。なんかお菓子とかも、お菓子は結構持ってくかな。ケータリングはね、そんなに、もう食べる分だけみたいな。ポケットに何か入ってるなって出したら500円玉だった時の顔をしてください。どういうこと？オロッキー。あの、多分貯金箱に入れますね。私の貯金箱は、あつ森の貯金箱。なんか、たぬき開発の、ATM みたいな形のやつに、いっぱいお金が入ってます。寝起きでレッスン場に行くときに、いきなり虫が寄ってきたときの表情。今日の体育でもね、いきなりテントウムシが寄ってきた、みたいな感じになったんですよ。本当に、虫だけは過剰に反応するんです。本当に。なんか、他だったら、あ、鳥みたいな感じなんですけど、あ、鳥も近くにみたいな感じになるけど、虫だったらみたいなね、本当に本当に、あの、絶対なる、本当にビクってなるもの、本当に本当に本当に、これは本当ほんっていうのね、本当にもうこれ以上みたいなね、感じで、もうそこにね、あの、テントウムシとか蚊がいたらもうつってね、ティッシュで捕まえます。はい、まあ虫はね、結構苦手です。だいぶ苦手。はい、頑張っておしゃれしたら友達と服がかぶってた時、でも友達と服かぶってたら意外と「あ、お揃いじゃん」ってなるんですよ。え、めっちゃお揃いじゃんみたいな感じになるんですよ。なんかちょっとギャル味がある。え、お揃いだねみたいな感じになるので、別にそんなにかぶってみたいな感じのはない。まあ握手会とかの時は、あ、かぶっちゃったか、別のにすればよかったなみたいな感じにはなります。まあ一人違う服の方がいいなってなると思うから。サツキチとかぶったことある？それがですね、なんとですね、ですね、とても嬉しいことにですね、サツキチがですね、私とね、同じワンピースを買ったらしくて、なんかでもサツキチが LINE してきてくれたんですよ。みやびんもこの服持ってる？みたいな。なんか持ってたよね？みたいな。サツキチお揃いだ、サツキチなんか同じの買っちゃったごめんってなったんですけど、もうなんで謝られてるのかがね、よくわかんなくて。すごい嬉しいんですよ、もう。ね、そんな仲いい子、なんかね、すごい、なんか仲良くしてもらってることがね、大好きな子に、大好きなことね、お揃いってなったらね、より嬉しくて、お揃いじゃんみたいな。大丈夫、大丈夫みたいなね、本当に、もう、なんだろう、本当に嬉しくて、はい。
ね、なんかもうか、なんだろう、ちゃんとね、なんかそうやってね聞いてきてくれた時点でもさつきちゃんとてもお優しい子なんだということがわかるんですけど、まあね、お揃いなので、まあいつかお揃いのコーデ来るかもしれません。楽しみですね。みやびちゃんがファッションの参考にしたいメンバーは誰かいますか？なんか結構可愛いお洋服が好きなんですよ。なんかでもあんずさんとかのなんか可愛いフリフリのお洋服とか結構好きです。あとは、あとはですね、そう、なんかフリフリなお洋服がとりあえず好き。ね、フリフリなお洋服好きです。好きなブランドありますか？好きなブランド、最近はなんか大人の用のねお洋服とかも着るようになってきたので、最近はなんかエブリンっていう可愛いフリフリのねお洋服屋さんがあるんですけど、そことか結構着てます。ちなみにサツキチとお揃いになったワンピースもエブリンのやつです。あとはなんだろうな、でも可愛いお洋服が好きなんですよ、フリフリしたやつ。なんかでも最近はなんかちょっとなんだろう、シンプルな大人ガーリーみたいな服もいいなってちょっと思ったりしてます。エブリンはこっちゃんも好きだね。そう、エブリンはこっちゃんも好き。やっぱエブリンは可愛いです。ミレイさんに洋服もらおう。ミレイさんのお洋服私もらったら感激しますね、本当に。でもちょっと恐れ多いですね。ちょっと恐れ多い。はい。でも服のサイズが違ったらちょっとブカブカになっちゃうので、でも私が気合でね背を伸ばせばなんとかなると思うので、そこはまあ大丈夫か、大丈夫。まあ多分大丈夫。大丈夫じゃないかもしれないけど、その辺のブランドでもサイズは S。 そうですね、サイズ、服のサイズは S で、最近は靴のサイズがなんか M だったりすることも多いですね。あとは姉妹ブランドのアンミールとか。アンミール私逆に知らない、なんだろう、ちょっと後で調べてみます。助けて Google 先生。はい、やっぱ Google 先生にね頼るのが一番です。 Google 先生にね頼りたいと思います。はい、ということでそろそろ配信を終わりたいと思います。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。最後にランキング読みをして終わりたいと思います。13位リスタヌキさん、ありがとうございます。12位恐竜さん、ありがとうございます。11位レインボーバードさん、ありがとうございます。10位紫衣装のアイドルさん、ありがとうございます。9位黒ジャケットさん、ありがとうございます。8位パンダの着ぐるみさん、ありがとうございます。7位犬の着ぐるみさん、ありがとうございます。6位ももさん、ありがとうございます。5位メイドさん、ありがとうございます。4位メキシカンキャットさん、ありがとうございます。3位名探偵ひよこさん、ありがとうございます。2位カッパさん、ありがとうございます。そして1位は長谷川奈々ちゃんの旗持ってるさん、ありがとうございます。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。また配信するのでその時はぜひ見に来てください。それじゃあバイバイビーム、うわーバイバーイ、またねー。
ありがとうございました。またね。